あ、次、これはね、まあ、ラデンのこともっと知りたいということで、喫煙を始めたきっかけ、よければ教えてください。喫煙を始めたきっかけは、次元大介のことが大好きだからです。うわーそうだったんだ、それでなんだ。そう、それで絶対もう二十歳になったら絶対吸うんやと思って。それがタバコを始めたきっかけやね。やっぱお揃いがいいなみたいな感じってこと？そうそうそう、夢女子としてね、ちょっとやっぱりあの次元大介とおそろっちのタバコを吸って、まああの似たようなシチュエーションでタバコを吸うみたいな。今吸ってる銘柄はもう言ってるんだっけ？あ、今吸ってるのはね、うん、赤ウィンストンの8ミリを吸ってる。へー、赤ウィンストンの8ミリ。なるほど。ちょっとメモを取って。何使うのそのメモ。いや、もうレポートしちゃおうと思ってさ。あ、レポートね、もう市場から赤ウィンストン8ミリを消す計画かなんかと思った。怖いかったー、びっくりしたー。そんなことしないよー。へぇ、いや、リリカは全然タバコを吸ったこともなくて、詳しくもないから。あ、吸わない方がいいよ。そうなの、そう、8ミリとかがなんかあんまりイメージできてないんだけど、8ミリって強、なんか、8ミリ強みたいなこと書かれてるけど、強いとかあるの？弱いとか。わかんねえやー。あはははは。あははは。体がいっぱい煙で黙々になるみたいなのが違うのかな？黙々になる。黙々になる。あ、ちなみに、火をつけるときって、なんかね、ターボライター、使い捨てライター、マチとか、ジッポとかいろいろありますけど、どれですかって質問来てたんだけど、何使ってんの？ライターです。ノーマルライター？こうガリガリガリってビョってなるやつ。そう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 、ガリ表現面白い。そう、ガリガリガリビョで、あのジッポはね、カス人間なんでオイル交換ができなさすぎてちょっとジッポはね使ってないっすね。なるほどね。すいません、カスで。ライターにこだわりはあるの？それとももう普通にコンビニとかで売ってるの？売ってるの？売ってるかどうかすら分かってないんだけど。あのコンビニで売ってるやつ、何もこだわりない。火つけば何でもいい。なるほどなるほど。OK、 皆さん覚えましたか？赤ウィンストンの8ミリ、使い捨てライター使っているとのことなので、ぜひラデンになりたい方はやってみてください。タバコは二十歳になってからだよ。あ、そうだよ。そこは守ってね。そこはラデンも二十歳になってからだもんね。健康に悪いぞ、タバコはやめとけ。やめとけやめとけやめとけ。